フレブルウィット、どうもこんばんは。フレブルブリーダーチャンネルです。ラスト、ちょっと生々しい血液と、痛々しい感じになっておりますが、こうしたドッグブリーダーの日常を毎日夜9時に欠かさず配信しております。一般の方ではなかなか見れない貴重な映像やためになる犬のお話、面白い犬動画などなどたくさんございますので、ぜひぜひチャンネル登録していただいて、犬たちとお友達になってから帰ってくださいね。というわけで、ご覧のように出血がすごい、はい、まあ、産後の出血っていうのはだいたい毎回必ずあるんですけども、今回ラストの出血ちょっと多いなっていう感じで、気を張って様子見てるところなんですが、もう本当にね、そう次から次へと、いいことが起きないです。はい、で、このラストの出血なんですけど、グラトニーがね、まあ兄弟なんですけど、なんだろう、心配なのかな、グラトニーファンの方、ちょっと涙覚悟で見ていただきたいんですけども、まあ、ずっとねラストの後ろ追っかけてさ、毎日腰振ってさ、毎日おっぱい吸ってってね、腰振るかラストの乳振るね、吸うかしかしてなかったグラトニーなんですけど、心配なんすかね。最近ずっとこうやってラストのね足についた血液とか舐めてあげてて、兄弟愛なのかなっていう感じでね、そう感動するなって思って見てたんですけどね、本当に一日中、まあ、血液なんでなかなかこう舐めたぐらいじゃなかなか落ちないんですけども、それでもずっと一日中最近ドッグランでこうやって舐めてあげてて、やっぱ優しいんだなグラトニーもっていう風に思いました。で、子犬たちなんですが、一応残ってる3頭は今現時点、これ動画撮影してる現時点では残ってます。もしかしたらサブちゃんの方ではもうなくなってるかもしれないんですけども、はい、一応速報サブちゃんになるんで皆さん見てみてください。で、一応今のとこ撮ってる時は生きてます。で、病院の方でももうできることないっていう感じですね。一応水分補給で注射したりとかはできるんですけど、まあ、サイズ的にもカテーテルでミルク突っ込むのが難しかったりとかで、結局はやっぱり母乳で栄養補給したりとかってしなきゃいけないんで、やるだけもうやったっていう感じですね。あとはもう本人の生命力と、神様にお願いするしかないかなっていった感じの印象です。本当にもうできることは全部やりましたね。当然睡眠不足などなどはもってのほか論外だとして、病院での処置とか、相談できる人、人間ができること全部やり尽くして、もうあとは本人に任せるしかないっていう感じです。で、現時点だと3人中2人は割と持ち直したかなっていう印象、ちょっと体重増えてきたかなっていうところですね。で、1人に関しては全然変わんない、もう本当に1時間1時間ギリッギリ人間の手で繋いでるような印象で、もう本当に次3箱開けた時に亡くなってるんじゃないかなっていう不安がもう毎回毎回続きます。はい、というわけでかなり肉体的にも精神的にも辛い日々が続いているんですが、逃げたいねえ、どんな仕事でも同じだと思うんですけども、辛いことってありますよね。そうなんかもうやめたいなって、この先どうせ辛いことしか待ってないって、どうせこの子たちもう亡くなっちゃうしね、でラストの出産したことも無駄になっちゃうし、でもうこんな悲しい思い毎日辛い思いするんだったらもう逃げたいなって、ブリーダーなんかやめてもう他の仕事したいなとか、僕なんかねどうせ他の仕事もやってて、でその仕事もうまくはいってるので、別にブリーダーやってお金稼がなくてもいいかなとか、全然生活困んないしもうやめちゃおうかなっていう風に思っちゃいますね。辛い、精神的に。はい、だけど逃げても何も変わんないんですよね、こういうのってね。やっぱりしっかり向き合わないと。で、やっぱりこういう辛いこととか、この明日もっと辛いかも、1週間後もっと辛いかもっていう時って、楽しいことって想像できないんですよ、人間って。ね、もちろん冷静に考えれば、今まで巣立ってった子たちからね、もらった写真とか、もらうたんびに嬉しいですよ。ね、動画送られてきたりとか、写真送られてきたりとか、年に1回だって1歳になりましたよとかね、連絡くれるのとかめっちゃ嬉しいし、SNS で成長見れるのとかもめっちゃ嬉しいし、里帰りなんかしてくれたら本当に涙もんだし、なのにそういうことをやっぱりね、そういうことも忘れちゃって、頭の中が辛い、逃げたいに支配されちゃうんですよ。人間ってやっぱりね弱いんですよね。やっぱその苦痛から逃げるように人間って脳みそできてるんでね。あ、今映ってるこの子ね、そう、全くミルク飲まない、こうやって口につけてあげても飲まない、もうなんとか舐める分だけでも、自然に口胃に入るくらいだけでもっていう感じで、1時間この子にかけてずっと毎日12時間この子に尽くしてます。で、話戻りますけども、
まあやっぱ忘れちゃいけないのってこの辛いことからやっぱ逃げちゃいけないかなって思います。だってもっと幸せなことこの先待ってるじゃないですかね。えこの子たちもし育ってくれてさ、大事にしてくれる飼い主さんのとこ行ってくれてさ、ねえ10歳15歳まで生きて、そんなね、そんな明るい未来もあるかもしれないのに、やっぱりもう嫌なことしか頭に浮かばなくなっちゃうんですよね。そうするともうブリーダーやめたいなって毎回思いますね。本当に何回思ったかな、もうブリーダーやめようかなって。こんな辛い思いしてまでもお金もいらないし、俺何やってんのかなって、何のためにブリーダーやってんのかなって、もう本当に何回も何回も思いましたけども、それでもやっぱり少しの幸せがあるんすよね。そう、一般家庭行ったりとかさ、ちょっとずつ成長してくれたりとかっていうね、そういう本当に少しの幸せなんですよ。多分釣り合いはしないんですよね。苦労した分と辛い思いした分と見合ったその見返りじゃないかもしれないですけども、そのちょっとの幸せのためにやっぱり頑張るべきかなって思って、まあ今日も仕事してますけども、まあ、やっぱ人間ってそういう風にできてるんで、まあ、多くの人がこういう時にこう辛さから逃げたりとかして生きてるじゃないですか、ね、5年前10年前のに思い描いたなりたい自分に今慣れてる人って多分少ないと思うんですよね。だから夢叶えれる人って少なくて、まあ、はたまたね、夢描いたのに必死でもがきながら今走ってる途中だっていう人も多分たくさんいると思うんですけども、何回叩けば割れるって言われれば誰でも石叩き続けられるんですよ、ね、1万回叩いたら割れるよって言われれば本当にめちゃめちゃ汗だくになりながら1万回叩けるんですよ。でも何回叩いたら割れるか分かんないよって言われると、みんな大体100回ぐらいで諦めるでしょそうだからそんなもんなんですよね。夢叶えるとか目標達成するとか、幸せ人がつかめないようなね、大きい幸せつかむのって多分そういうことなんですよね。人が絶対に逃げちゃったりとか、他人からは想像できないようなね、そういう精神力がある人が本当の幸せつかめるのかなっていうふうに僕思ってて、だからまあやめないけどやめないよ、絶対やめはしないけど、まあでも毎回やっぱりね、こういうのなくなったりとかすると、まあ逃げたかったりとか、辛いな、やめたいなっていう気持ちにはやっぱね、人間なんで僕も思います。まあやっぱり精神力ですよね。少しの幸せかもしれないけどね、やっぱりラストの顔とかね、そう働いてる2人の顔とか見ると頑張りたいなって今日も思っております。というわけで今日はこの辺で失礼したいと思います。サブチャンネル見てみてくださいね。ではでは、じゃあねー。皆様本日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、そしてコメントで僕に話しかけてから帰ってね。それではまた明日夜9時にお会いしましょう。フレブルじゃんけん、じゃんけんパー。